日産スタジアムに2万7000人を超える観客が集まった神奈川ダービー。前半は一進一退の攻防です。43分のフロンターレ、中村健吾がレナトへ長いパス、攻撃を仕掛けていきます。しかし F マリノスの厳しいプレス、フロンターレに形を作らせません。前半終了間際の F マリノス、中村俊輔のコーナーキックに富澤ニア、2試合連続のゴール、 F マリノス先制です。いや、またこの先制っていかがでしょうか。いいですね、やっぱり時間帯もいいですし、ここの俊輔選手のボールに富澤選手のいいタイミングで、ね、こうバッチリですよね。こういうところで時間のいいところで、ね、取れたこの1点は大きいと思いますね。今日も F マリノス先制です。後半に入っても F マリノスはセットプレーで攻め続けます。10分、マルキーニョスの強烈なフリーキック、クロスバー。さらに14分です。またも中村俊輔のフリーキックに中澤。19分には中村俊輔がボールを奪ってマルキーニョスへ、決定的な場面でしたがわずかに外れました。押し込まれていたフロンターレ、21分にコーナーキックを得ます。レナトのボールに合わせたのは田中雄介、これで同点です。いや、このコーナーキックのチャンス生かしましたね。そうですね、一瞬のマークを外して田中雄介選手決めましたけども、非常に難しいシュートですがね、非常にいいところを狙って一瞬向かいましたね。これで同点です。追いつかれた F マリノス、27分にフリーキックのチャンス、中村俊輔がこのタイミングでのシュート、キーパーの杉山よく反応しました。ここ俊輔選手ね、はい、こういう助走だとキーパーってタイミング取りづらいんですよね。でいい反応しましたけどね。勝ち越したい F マリノスは35分、斉藤学に代えて花戸を投入します。試合終了間際、 F マリノスにこの試合9本目になりますコーナーキック、キッカー中村俊輔、クリアボールに反応したのは変わった花戸。 F マリノス勝ち越しに成功です。いいところに行きましたかね。そうですね、やっぱりセットプレーが強いということでフロンターレはこうケアしに行ってるんですね、はい、ボールに対してはしっかり行けてるんですけど、逆にこういうこぼれ球に対してちょっと反応が遅れた、そこで花戸選手が仕事したという感じですね。花戸の今シーズン初ゴールが決勝点、 F マリノス開幕6連勝です。